そうですよね。自分なんて嫌い、自分なんて無理。それが小学校、中学、高校時代の僕でした。だから今日は昔の僕のように自分なんて嫌い、自分に自信がない、毎日が楽しくない、そんな人に向けて自信を持つことの大切さを伝えたいと思います。全力で一発勝負でやります、はい、2年間頑張った中学受験に僕は合格しました。エスカレーター式、一度合格したら大学まで受験はない、そんな学校です。もう受験戦争はない。僕は大好きなことを大好きなだけやる。もう勉強なんかやらん。自由や。僕を縛るものなんて何もない。やることは決まってました。バスケットボールです。お父さんがやっていたバスケットボール。小学校の体育の授業で、めっちゃ面白かったやん、あれ。こうドリブルしてね、シュートをして、ボールがシュッて入る、あの感覚がとってもとっても楽しくて嬉しくて忘れられなくて、中学に入ったらバスケットボールをやろうって、それまで頑張って勉強しようって、それで中学受験を乗り越えました。そして中学に入学し、僕はバスケットボール部に入りました。入ったばっかりの頃はもちろんボールはあんま触れません。コートにもあんまり行けません。3階です、体育館の。3階の観客席をぐるんぐるん回ったり、階段を行ったり、登ったり降りたりして、空気椅子やったり、腕立て伏せをやったり、そんな地道な練習しかやってなかった。でもそれも楽しかったんです。大好きだったから。朝早く、体育館に行って、シュートの練習をする。早弁をして、昼休みガーッて早くに行って、そしてコートを取ってみんなでバスケットをする、そして練習をする。それがね、楽しくて楽しくて仕方なかったんや。でもな、試合には一回も出られへんかって、レギュラーになられへんかったんよ。補欠よね。頑張っても頑張っても、努力しても努力しても全然上手くならへん。辛かったよ。だって大好きやから、好きだったらそれほどね、やればやるほど辛くなんねん。だから僕はもうこう考えた。足が遅いからバスケが下手で当たり前や、身長が低いから上手くなくて当然や、この前怪我してたからあのバスケットのプレーできへんの当たり前やって、そうやってね、言い訳を見つける天才になって、言い訳見つかったらな、楽やねん、傷つかへんで済むねん、自分苦しまなくて済むねん、解放されるんよ、楽で。でそのうち本気でやってないから試合に出られへんねんやっていう風になって、一生懸命やるということもやめました。はい。じゃあ一生懸命練習しなかったらどうなる、努力しなかったらどうなる、上手くならへんよね。そう、大好きだったけど本気でやるっていうことができなくなったんよ。だって本気でやってしまったら言い訳できへんやん、自分が今下手くそな言い訳できへんやん。そして中学2年3年生、高校1年生、高校2年生、そろそろそんな言い訳も通用しなくなって、そんな言い訳では耐えられなくなったんよ。もう傷ついて辛くて苦しくて、どんだけ練習しても上手くならない、大好きだからこそ辛い。そして僕は高校2年生の時にバスケットボールをやめました。大好きだったバスケットボールやけど、そのバスケットボールがおかっちの青春をめちゃくちゃにしたんよ。こんな自分は嫌やった。努力しても結果が出えへんし、頑張っても頑張っても上手くならへん、そして自分なんか嫌いやって、どんどん嫌いになってったよ。そして大学に入学しました。自分なんて嫌い、自信がない、こんな自分からはもう卒業したかった。だからおかっちは決めて、これが最後のチャンスやって。大学終わったらもう社会やろ、大人やんか。もうだから大人になる前の最後のチャンスよ。ここで自信を手に入らんかったら、ここで結果を出さなかったら、僕の人生はもうめちゃめちゃなんやって。ラクロス部に入りました。ラクロスっていうのは棒の先に網がちょこんってついてるやつよ。
それっていうのはほとんどの人が大学から始めんねん。スタートラインは同じよ。だからこっから自分が努力したら努力しただけ上手くなれるし、日本代表にもなれるかもしれへんって。だ今までおかちゃん下手くそやったし、今まで自信はなかった。でもこっからやと、こっからスタートして、こっから頑張ったら結果が出せるし自信が持てるって思ったんよ。だからおかちゃんこれをやろうって決めて、ラクロスをやって頑張って頑張って努力して結果を出して、今までバカにしてた高校時代の友人とか見返してやろうって、俺はできるんやって、認めてやるぞ、認めてもらうぞ、証明してやるぞって思って、でラクロスをやったんよ。だからおかちゃんラクロス死ぬ気でやったよ。後悔しないように毎日できることを全部やったよ。朝5時に起きて、誰よりも早く体育館じゃなくてグラウンドに行って、壁打ちをする。そして練習をして、終わったらジム行って筋トレをする。そして授業をちょっとだけ受けても、ほとんど受けてないよ。まあたまにテスト前受けに行って、終わったら家に帰ってそこで河川敷でテニスのネットに向かってシュートの練習をする。そんなことを続けたよ。じゃあね、試合に出れるようになって、そう、2年生の時に僕は試合に出れることになりました。僕の実力が認められたんよ、チームに。嬉しかったよ。だってこんなことなかった。今までいてもいなくてもいい存在やったんやけど、お前が必要やってことでレギュラーになれたんよ。嬉しかった。自信ついたよ、そりゃ。でもな、大学のスポーツってね、そんなに甘くないね。自分のプレーがね、全然通用せえへんねん。目の前の相手を抜くことはできる。でもその最後にシュートすることまではできへんかったんよ。相手に潰されて何度も何度も抜いて、何度もシュートしようとしたけど失敗するよ。で、同じ失敗を何度も何度も繰り返す。ピー、メンバーチェンジ、岡崎交代。そっから僕はまた試合に出ることはできませんでした。ベンチです。やっぱりダメやで。お前は頑張ってもちょっとうまくいっても最後はうまくできへんようになってんねん。それが僕の人生やって。努力しても無駄やって、やっても無駄やって。出てきたよ、どんどん。だって言い訳の天才やから。でももうやめたよ、そんな言い訳。出てきたけども消したよ、消しゴムで。だって決めたもん、やるって。これをやるって。これが最後のチャンスやから、できることをやるって決めたもん。今失敗してもうまくいかなかってもやるしかないんよ。怪我した。怪我したけど、しゃあない。今これ直すよ。直すけど、直した後は自分ができることを全部やって、努力してやるって、結果を出して、そうしないと僕はもう終わりやって思ってたから、もう決めたんよ。だから言い訳を消して、僕は頑張ったよ。努力したよ、そっからも。で、今までやってなかったことをやった。先輩にアドバイス、そして監督に聞きに行ったよ。どうやったら試合に出れるんって。今までは人の目とか全く気にせず自分が思うように練習やってたよ。でもどうや、本当に試合に出たかったから、ダメ出し食らうのも覚悟して、傷つくのも覚悟して、どうやったら僕が上手くなれるんですか、試合に出れるんですか、僕のダメなところ教えてくださいって聞きに行ったよ。教えてくれたよ。ワンオンワンはうまい。でもワンオンワンで抜いた後にシュートをするっていうこと以外の選択肢を持てと。つまりパスをするという選択肢を持てと言われたよ。昔のおかちやったらそんなん聞いてなかった。いや、シュートがなんぼやろ、点入れてなんぼやろと思ってて、シュートの練習しかしてなかった。でも今回は聞いたよ。そうやらな試合に出られへんと思ったから。だから一生懸命パスの練習したよ。ワンオンワン抜いて、相手を抜いてパスをする、その練習を10回100回いや1000回何回も繰り返したよ。じゃあ試合に出ることができた。その試合で、初めての試合でおかちワンオンワン抜く、そしてシュートをすると見せかけてパスをする。じゃあ味方がそれを取ってゴールでシュート。めちゃくちゃ嬉しかったよ。ナイスパス。その言葉がおかちを強くしたよ。力くれたよ。自分がシュートを入れたことよりも、入れる時よりもナイスパスっていう言葉の方が何倍も嬉しかったよ。だからおかちはそこから抜いてパスをするっていうことを何度も何度も繰り返した。そしてその結果、チームは全国で3番になって、そして僕自身もベスト10プレイヤーとして表彰されることになった。そして大学の新聞にも載ったよ。同志社大学全国3位大躍進、ベスト10プレイヤー岡崎の活躍ありみたいな、載ったよ。嬉しかったよ。
周りの目見る目変わったよ、世界変わったよ、家族も友人もチームメイトも高校時代の同級生もな、変わったよ。岡崎お前すごいなって、頑張ってんねんなって、これからも頑張れよ、応援してるからって。嬉しかったよ、そりゃそうやん。でもな、嬉しかったけども、その結果を出したっていうことよりもな、そんなことはもうどうでもよかったよ、その時は。それよりも何よりも自分が自分を信じてここまでやってきたっていうことがな、自分と約束してその約束を守り続けてこれたっていうことがな、諦めずに言い訳に殺されずに最後までできたっていう、それやねん。それがな、何よりも嬉しくて、何よりも僕を支えてくれてんねんよ、力になってんねんよ。もうそれなんやねん、それだけやと思うねん。なんていうか、ベスト10になったとか3位になったとかパスがうまいとか、そんな社会で何の役にも立たへん。そんなことよりも覚えてるのは、大学に入った時にこれが最後のチャンスや、ラクロス部でやるぞって決めた時のあの覚悟とか決意とか、試合に出れなくなったピーあのホイッスルの音とか、怪我したけどやり抜くぞって自分の中で戦ってたあの葛藤とかがもう覚えてるんよ。あれがもう覚えてる。あんな辛いことがあって、あんな苦しいことがあったけど、ここまでできたやんって、最後までできたやんって、もう それやなと思ってて、それが僕を支えてる力になってる。そんな今だからこそみんなに伝えたい、あなたに伝えたいことがある。それは、自分を殺すなよ、抑えるなよ、甘やかすなよ。苦しいよ、わかるよ、辛いよ。本気でやっただけ辛いの知ってるよ。頑張ったら辛いの知ってる。でもな、その楽しててもめちゃめちゃ楽しいことはないねん。その楽な状態はずっと続いて、本当に本当に楽しい人生はやってこうへんねん。本当に学校を楽しみたいんやったら、本当に人生楽しみたいんやったら、自分を信じよう。やればできるって、その自分を信じるために自分と約束するねん。やるって決める。ちっちゃなことでいい、絶対にできることでいい、めちゃめちゃちっちゃな約束を指定していこう。その約束を守んねん。朝7時半に起きる、週1回漢字を15個覚える、どんなことでもいいやん、ちっちゃいことでいいねん。その約束を一つ一つ守り続けてたら、自分ってできるって、やればできるって信じれるようになってくんねん。じゃあ自分があれもできた、これもできたって言ったら、自分の力がアップするやろ、能力アップするやろ。そうするとあれもできるんちゃう、これもできるんちゃうって、いろんなワクワクする世界がね、イメージできて想像できてくるんよ。それもやればできるって信じること、決めることやねん。決めて小さな約束を守るということ、それがどんだけ辛いことがあっても僕たちを支えてくれる力になるって思ってる。おかちもそれがあるから頑張れてる。この学校を作って生徒が辞めることもあったし、スタッフも辞めることもあったし、コロナショックで会社大丈夫かなって思うこともたくさんあった。でも学生時代辛かった時、全然自信がなかったけど最後まで頑張れたじゃないかっていう、その気持ちというか、その感じというか、その震えというか、喜びというのがあるから、どんなことでも乗り越えれるっていう力になってんねん。そう、苦しいこともある、辛いこともあるやろうけど、自分がやるって決めて、ちっちゃなことから自分の全力を尽くしていこう。そこから力っていうものは生まれてくるって思ってるから。はい、ということで、うまく話せたかどうかちょっと分かんないんですけど、昔の自分、中学高校の時の自分に向けて話してるように、今自信がない人、毎日が楽しくない人に向けて、自信を持つことの大切さ、いや、自分と約束を決めてその約束を守る大切さっていうのをお伝えしました。この番組ではこんな感じで、皆さんの人生にグッとこう、人生にというか、人生が楽しくなるような、力が湧いてくるような配信をこれからもやっていきたいと思ってます。
よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。でこれを切る前にもしよかったらいいねボタンとかしてもらえたら僕はものすごくやる気が上がるんで嬉しいです。こんな感じです。それでは素敵な一日を。さよなら。話せたな。